氷で埋め尽くされた海を進むガリンコ号。ガリンコ号は紋別市で流氷初日が観測された20日から今年の運航が始まりました。運航会社によりますと、1日60人以上の観光客が訪れ、厳しい冬ならではの光景を楽しんでいるということです。めちゃくちゃやばいです。めっちゃ大きいです。こんなに楽しいと思わなかったです。真っ白で綺麗で来てよかったなって思いました。ガリンコ号は3月末まで運航予定で、2月中旬頃には流氷が大きくなり、さらに大迫力のクルーズが楽しめるということです。